どうも、ディランです。ということでね、ちょ、待て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 、ちょ、待て、あぶねえ。いや、スタート直後かな、急に襲われるって。ちょ、待て、なんかね、違うの、今回はとかさ、いろいろ話したいわけよ。でも、それ、ちょっと待って、違う、拾ってる場合じゃなかった。俺は一体どこへ行けばいい。なにこれ、よくわからん。わ、出た、違う、うわ、待って、ちょっともうさ、ちょっと待って、しょっぱなからあのさ、もうスタートから踏んだり蹴ったりなんだけどさ、どうしてくれるん。前回なんだっけ、なんかまたあのゆいちゃんを探してなんか旅に出ると。旅には出てねえな、古い掲示板だ。池に物を投げ込まないでくださいって書いてある。ああ、まあそれはよくねえな。とりあえず俺はどこにいるの。あ、池。あ、でも池だ。今言ったよ、池。え、あ、待って、4人のお母さんが来る。4人の顔パックお母さんが来てる。ちょ待ってくれ、俺ちょもうちょっと池をさ詳しく調べたいのと、俺今何拾ったのかすげえ気になるからさ。まだ来んのかよ、しつこいな、お母さん。ちょ。待て、とりあえず、メニューの宝物。何拾ったの、俺今。どこだ？何を拾ったんだ、俺。何の説明もなかったしな。あ？ホタル。夏休みによく見かける綺麗な虫。ピカピカと光って、ユイと一緒に見た花火を思い出す。ああ、ユイちゃんとねー。まあ、ホタルと花火両方光ってたら確実に花火の光でホタル見えない気がするんだけど。待って、でもこれ以上この先には何もない。ただホタルがいるってだけ。特に何もないのか。何も投げ込まないでくださいって言ってたじゃん。ちょっと投げてみたい。どうなるのかな？なんか起こるかな？へい！待って、へい！え？え？一瞬戻ってきたんだけど。え？待って、ちょっともう一回やってみる。お、すごい戻ってきた！待って、ってことはさ、ちょ。いや、紙飛行機とかでも同じかな、もしかして。もう一回投げてみたい。いや、悪いなぁ。あ、ホタル。ホタルが使えるのか。とりあえずでも紙飛行機投げてみたい。えい。すげぇ。待って、違う、待って。紙飛行機。投げちゃった。え、待って、じゃあここでさ、もしもさ、ホタル放ったらどうなるんだろう。いけ、ホタル。待って、俺、俺絶対ホタル無駄にしたじゃん。うわ、もう最悪だ。わ、しかもいなくなった。うぅー。自転車のサドル？なぜか転がっていった自転車のサドル。サドルだけあっても、何の役にも立たない。そりゃそうだな。待って、ちょっと待って、俺ホタル無駄にしたよ、待って。嘘だろ。絶対なんか後でさ、暗いとこでなんか使うとかってパターンじゃん。ん？おいしい。これ何？え？何これ？え？なんか土の子みたいなやついる。土の子はちなみに見たことないけど。そりゃそうだ。危な！雲の巣でさ、全然見えなかったんだけど、なんか今通ったね。待って、次じゃ俺どこ行けばいいの？でもこっちより下はなさそうだもんな。待って。完全に迷ってんな、俺。ちょっと探索するか。なんだこいつ？何こいつ？え、ずっとくっついてくる。おいおい、同じ動きすな。おい、同じ動きしてくる、こいつ。どうしたらいいんだ。ああ、行くにつれて。はい。
あーもう最低。あー紙飛行機返して。どうしたらいいのこいつ。え、すごいいいディフェンスしてくる。え、待って、どうしよう。ファンダイクぐらいすごいいいディフェンスしてくる。こ、んー、んー、んー、へ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 、なん、あ、いけるんかい、いけるんかい。ちょ、待って、ちょ、待って。お、ちょっと待って。来ないで。一回隠れる。オッケー。なんだったんだ、あいつ。なんかすげえいいディフェンスしてきて、なんか抜けらんないのかなと思ったら。出た、あいつ。ちょっと待って。紙飛行機もったいないから、ちょっと、えい！よし。待って、そっち行ける？待って、そっち道ある？あ、なさそう。この上だな。あ、上じゃねえな。上は別にない。どこだ？わあ、やばい！なんかまた来た！あの、こいつあれだ。足を起こすと遅くさせられるやつ。ちょ、待って、お前、しつこ。あ、さっきのやついなくなってる。よし。待って待って待って。ちょっとちょっと、おーい。うん、やぶねえ。お前は地味に、なんか地味にちょっと手強いな。こう感じると。あ、10円。ちょっと石とか欲しいな。待って。ちょっとこの上行ってみよう。この上行ってなさそうだな。え、何お前。失礼します。あ、紙飛行機だ、やった。なんかさ、たまにさ、ゴミ袋さ、ガチャ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 ってなるからさ、それがちょっと怖かったんだけど。ん？あ、でもどんどん地図を開拓してっている。広いな、それにしても。あ、なんか新しいとこ来たんじゃない？だよね。でもさ、ちょっと、セーブしたいです、そろそろ。でちょっとこっち行ってみようか。あ、また池？え、これだけ？しおれた風船？空気が抜けた風船。膨らませることもできるかもしれないけど、バッチリからやめておこう。え、なんでしおれた風船なんだ？私、はい、私ってのここにいるんですけど、さっきね、しおれた風船ってのをね、橋のところで見つけたんですよ、私、確か。で、今、私、ここで今、セーブをしたんですけども、ですね、本当に私はバカなのかなって。僕は、本当におバカなのかもしれないです。何を迷ってたんでしょうね。右上に。林へ、家を探しに行こうって書いてあります。目的地が、ずっと右上にあったみたいで、まあ、このね、信用周り、パート何個目だ？ 6、7 ですかね。やってるんですけども、初めて気づきました。本当にバカか。林どこ？林どこ？あれ？林、なんか、これで見えなく、待て待て、来てる。ちょ待て、やばい。林、あった林。どうやって行くんだろう。とりあえず橋かな。こっちの方に行けば行ける。お家の方からぐるーっとこう林みたいな。待って、危ねえ。オッケー。とりあえずじゃあお家に戻るか。よし。あれ？お家のちょっと上か。よしよしよし。まあ、とりあえずここで、待って、とりあえず一旦ここでセーブして。いや、ちょっと待ってくれよ。俺ずっと気づかなかったんだ。さすがにさ、アホすぎない？気づかないってこともある。右上にさ、がっつりさ、目的地で書いてあんのにさ、ずっとぐるぐる回ってたんだけど、俺。やばいな。お、こんにちは。またいなくなっちゃった。え、でもさ、この女の子がさ、現れるとさ、絶対線路の音するんだね。10円玉。うわ、待って、この撃ちまった、撃ちまった。ちょっと待って。そんな強くない。そんな強くねえ、あいつは。
普通に逃げれる。あ、でもいい感じじゃないの？こっちを右に行けばいいのかな？うわ、こいついるから行けねえし、顔の落書きも見れねえ。じゃあ、待て。お前来んな。どうしようかな。こっちからこう行くのか。ちょっと行ってみるか。あ、最悪。あー、もうちょっと、ちゃ。やめて、来ないで。よし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 。で、とりあえずこっちからこう抜けてって。うわ、でもね、やっぱね、心なしかね、ん？こっちか。心なしかね、やっぱりね、うわ。ほい！うわー、待って、俺も避けれたと思ったんだけど、うわー、ちょっとボンミスが多いな。ガチハンス。何がボンミスが多いな、だよ。こいつの動きをよく見て、来た瞬間、ここに隠れる。そしてお前、すぐどっか行くんだ。よし、そう、そっちに行ったね。オッケー、通り過ぎた。普通にね、この、信用回りっていうのはね、こういう隠れるっていう要素が、あっしゃ、セーブ、そしてあなたまたいるんですね。一回セーブする。信用回りってのはね、こう隠れるね、要素があるんですからね、しっかり使っていきなさいって話なんだよ。ああ、待った。顔パックお母さん。風呂上がり。なんかぐるぐる回っちゃってる気がするんだけど、気のせい。林に行きたいんだけどさ。どうしようかな。うわ！ケツだ！あの本体のケツだ！え、待って、じゃあどっから行けばいいんだ？林ってどうやって行けんの？あー、こっち！こんなところに見ちゃったんだ。あ、いけるいけるし。あれ？なんか俺普通に通り過ぎてた。うわ、なんか怖っ、この橋。崩れそう。危ねえ。危ねえ。普通に死んじゃうよ。電車のええケツ丸差しで。大丈夫？そうやって寄ってくる。え、何お前、キモいんだけど。ケツは、うわ、めっちゃケツだらけ。ケツだらけってのもおかしいけど。待て、うわ、最悪。お前は、待て。どうしよう。ちょ、待て。あいつがどこまで行くか。逃げる。よし。ちょっと待って。俺今どこにいる？あ、もうすぐで。抜けれる。ここ何なんだ？一応、橋ってところか。え？電車通ってないのに。待て、こっちだ。よし。近づいてる。嬉しい。多いな。顔パック多いな。待てよ。で、上か。よし。いやー、もうさー。さっきはね、迷ってたのが、広い庭につい、庭っていうか、広、おっしゃー、セーブ。早い。セーブするのが早い。で、こっちかな。お、近づいてってます。ユイピーに近づいてってるよ。お前はどいてくれ！はい！よし。わかっていた。この冷蔵庫に隠れられるとわかっていた俺は。よし、行こう。あ、これ押せるやつじゃない。でもいいのかな、こっちの押しちゃ。なんだ？あ、ライトが当たるとこう寄ってきちゃうの？ちょ、待って、じゃあ、ちょっと一回おいで。来い。あ、ちょっと早い。ちょっとお前そこにいると俺行けないんだけど。ちょっと、なんかあのさ、すごい、千と千尋でこういうやついたよな。なんか、ゼニーバンのとこにさ、導いてくれるやつ。あいつはライトみたいなやつだったけどさ。じゃあな。よし。で、すごいな、もうゴミがすごい。ん？これ普通に押していいのか？あ、いけないんだ。これでぐーっと押して、こっちもぐーっと押して、
よし、これで進める。え？また？何こいつ？お、包丁が歩いてきてる。包丁が、あ、出た。待て、光に当たると、あ、消せばいいんだ。忘れてた。消せるー。それはずるい。それはずるい。それはずるいです。こっからかよ。いや、ライト消せることすっかり忘れちゃってたけどさ。お、ホタル。よし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 。あ、そう、危ねえ。お前のこと完全忘れてたわ。あ、タイヤの、これ、跡があるからさ。わかるっちゃわかるんだね。いや、それにしても早いけどな。とりあえずつけようか。おーい！動くんかい！お前ら、ちょ、キモいな、動き。こっちだってそうだよな。とりあえずこれを導くってこう行くしかないのか。よし。横失礼します。うわ、通れねえし。ギリ通れねえし。ちょ、おいで。こっちおいで。そう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 。ちゃい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 。動いてほしいの、お前らなのよ。だってお前らにどうせ触ったらさ、やばいやつでしょ。来た！よし、これでいけるだろう。ギリギリ。ギリギリでいつも生きていきたいから。カトゥーン！空っぽの箱を拾った？空っぽの箱って何？空っぽの箱じゃん、もう箱、箱なのよ。どこだ？これ？合体するロボットのおもちゃの空き箱。5つのマシンが合体して、ロボットができるみたい。今は空っぽだ。へえ、なんか、あれかな、プラモデルとか、ガンダムとかのやつなのか。なるほどな。よし、とりあえずセーブするか。結構順調に進んでるな。目的地が分かった途端めちゃめちゃ順調に進んでる気がする。とりあえず、いいね。結構来てる。お？これか。何かの部品に。小さ、不思議な形をした小さな部品。元の形が全然想像できない。何の部品なんだろう。え？それこそさっき拾ったロボットとかじゃないの？ああ、またあの女の人。これでも今度は自転車。やばい。最悪。うわあ、こうだよな。ライトつけなくてもこうなっちゃうんだよな。難しい。囲まれてる。うわあ、そっか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 。囲まれてるんだ。いや、わかってるやん。なぜ俺は今この間を行けると思ったんだ。待って、どうしたらいいんだろう。ああ、待って、どうしたらいいんだ。え？待って、ちょっと意外とむずくないか？こんなところで詰まるような男じゃないのよ。これ石投げるじゃん。これみんな行くじゃん。ああ、間違えた。今いい感じだったね。ああ、俺もうほんとにさ、ほんと、横着。ダメ。で、これよ？よしよしよし、そっち行け、そっち行け。よしよしよし、もう簡単だな。なんで俺悩んでたんだ。めちゃめちゃ。あ、お前普通にライトに当たって動いてるー。はあ、もうあの大役、ずるくないですか？早い。よし。あのタイヤがここに通り過ぎていくから、お前今度そっちから来るんかい。お前待って。いや、フェイント？うん、二つは効いてない。あ、でもよく見たら、タイヤの跡ついてるね。普通に俺が見落としてたってだけか。よし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 。普通に俺がただ悪かっただけだ。でもさ、いいのかとりあえず、このまま進んでって。ちょっとライトをつけたりもでもしないとさ、明かりをさ、つけないとさ、なんていうの、逆に見えなかったり動いてきちゃうってやつとかもいるからさ、それがちょっとね、やっか、あ、またいる。あ。あ、消えた。ライトに当てるとあの女の子は消えちゃうのかな？とりあえず、このまま進んでいきますか。めっちゃ物落ちてんな。あ、でもいい感じ。このドラム缶、ん？ん？なんだ？何に反応してんの？あっちの奥か。あ、これ？これ？あー、いや、普通に地蔵。よし。うわぁ、結構いい感じじゃない？セーブ完了。よし。ここは？
開かない。開かない。あれ？このドア何か挟まってる。挟まってるもの取る。うん、取る。躊躇なく取る。おーいと。びっくりした。挟まってて開かなかったの？いてて。もうやだな。挟まってるもの取れた。ロボットの右腕。緑色をしたロボットの右腕。車のような形をしてるけど、肘がある。車のような形をしてるけど、肘があるってどういうこと？トランスフォームするってこと？車から、ロボットに。危ねっ！出た！断り様！断るのがめちゃめちゃ上手な。まさかここで断り様と戦うの？うわ、待って。何？何？なんか、ロボットの胴体。確認。ロボットの胴体。ロボットの胴体になる部分のパーツ。胸の星のようなエンブレムがついている。待って、わかった。このロボットの胴体を、あーって、どこですか？おめもほぼ切られてた、今。違う、あー、そっかそっか、難しいね、これ。あれだろう、要はロボットのさ、胴体全部集めて、また断り様に切ってもらってたやつでしょ？もうどんだけ切りたいんだよ。でもさ、落ちてるのがさ、微妙に見えないんだよね。あと、キラキラ光ってるな、あった！待って、小鳥様、あー、来る、来る、ロボットの左腕、近っ、危ねえ。ちょ、待って、危ねえ、危ないよ。ちょ、待って、小鳥様、待って、あー、ずるい。そうやってスピード上げるの、本当にずるい。危ねえ。よしよし。ずるいよ、小鳥様。そうやって目の前に出てくるのずるいですよ。ずるいです、後ろからは。後ろ、あって、ダッシュしてくる。くるくる、危ねえ。待って、なんか落ちる。どこ？頭、待って、もう被ってるから。小鳥様、待って。小鳥様、頼む。小鳥来るんでしょ？そう。小鳥様。俺、なんで俺、小鳥様ばっかり言って、俺、小鳥様信者みたいになってる。あ、もうやめて、拾ったんです。最悪。あ、今拾ったじゃん。あともうちょっとじゃん。来る。あー、ぎゅん！で、次、大きく来る。ねえ、ちょっと待って、タイミングがわかんないのー。来てるよ。あー、待って、あの奥か。来てる。次来るんでしょ。そう。あともうちょっと。これを切れる。そう。待って、違う。あ、待って、これだけ、これだけちょっと余計に集中する。来る。よし。もう分かってきたぜ。待って、拾わせて。え、嘘。今、だって邪菌やんなかったよね。あー、もう本当にやだ。もうやめてくれ。もう、小鳥様と遊んでる気はないんだよ。もうやめて、本当にやめて。また除菌で来るんでしょ。はい、ここ避けます。はい。で、次、こうやって避けます。はい。で、ここ。で、待ってください。もう本当に嫌です。へい。はぁ、俺はもう見切れるぜ。なんて言ったって。見える、この目。これがシャリンガンか。これです。あいつの動きが。全部見える。あいつの動きが手に取るように全部見えるんだ！なあ！もうさ、俺さ、どんだけ切られなきゃいけないの？もうさ、地味にこのアクションみたいな。でね、ちょっと判定もね、難しいのよ。切られてないんじゃないかみたいな。で、これ。で、これまっすぐ来る。オッケー。いや、ほんとにさ、どんだけやってくんのって話なわけよ。ワクワクさんもびっくりよ。ワクワクさんもこんなハサミ使わねえんじゃねえかな。危ねえ。よし、これで避ける。あとちょっとだ。力を貸して、ワクワクさーん！よし。ワクワクさんの力を借りたら全部手に入れた。ロボットの両手と両足が集まって、合体ロボットが完成した。嘘！待って、なんで？来る。これで俺先油断した。来る。絶対来るね。来る！待って、ちょ、完成したんじゃないの？なんでちょっと置いてんの？よし。あー、さっきは油断した。あー、粉々。また断り様粉々にして。
と終わった。疲れた。素の疲れだ。勇気のエンブレム？何それ？どれ？どれ？勇気のエンブレム。これ？合体ロボットの？合体ロボの胸に輝くエンブレム。汚れていても黄色のメッキがキラ、高そう。高そうって。すぐ金目みたいな言い方すんなや。あ、こっち行ける。待って、でもね、セーブしたいんです、僕。あ、すいません。この電車ずっとあれか。なんかさっき意味わかんなく通ってきた。え？電車に入ります。すごい。なんか、すごい。ちょっと待って、一回出たい。待って、一回出たい。ちょっと待って、出さして。嘘でしょ。出れないんだけど。ちょ、このまま行っていいかな。出れなくなっちゃった。寒いって書いてある。消えた。すいません。寒い言えてる。寒い。服着たらいいんじゃないですかね。あ、血垂れてる。助けて。寒い。寒くて助けてって言ってんの？じゃあ、コート貸しましょうか？この血とか触ったらどうなる？あ、暖房ならない。誰か、寒い。あ、いける。じゃあ普通にライトつけれんじゃん。なんだ。うわ、画面に血が。やられてないのに。ちょっと、すいません。見にくいんで、消してもらっていいですか？ん？水たまり？いや。はるちゃん。血の水たまりや。それは別れ。もうこの世界に、すいません、寒いんですか？コート貸しましょうか？またモスキートーンみたいな。何？なんか追いかけてきてない？ちょ。あ、いる。なんか追いかけてきてる。やばい。俺のコート取りに来たんだ。俺のコート寒い言うて。どうなったん？あ、出たんだ、電車から。何？どっからいるん？どこにいるん？いないんですけど。ずっと寒い言ってる。いいのかな、とりあえず出ちゃって。あ、いた！大丈夫？寒いすごい寒い言ってる。あれ？通り抜けれる。いや、だからコート貸す言ってるやん。あ、すごい。はるちゃんが通ってく足跡にずっと寒い言ってる。まるではるちゃんが寒いみたい。危ない。急に叫ばないで。うわ、回り道っていうか。うわ、すごい追いかけてくる。なんだよ、なんか、この女の人だけさ、ちょっと味方っぽいさ。うわ、危ねえ。ちょっとその、瞬間移動だけはやめてもらっていいですかね。危ねえ。ちょい。おい、その前に出てくるのだけはやめて。取れない。あ、ちょっと避けてくれた。奇跡が起こったよ、今俺。なんで避けれた？ちょっと、すいません。こっちですね。あー、最低。まさかもしかして、断り様からスタート？あ、こっからなんだ。なんか、せめてこの人から逃げたいってのがある。よいしょ。この地に足を取られると、ちょっと足が遅くなるんだ。なるほど。で、こっち、危ねえ！やばい、来る！危ねえ！開いた！よし、逃げれた。いや、まだ続くん。しつこ。いや、だからね、そんな追いかけてきたってね、コート貸さないよ。ちゃんとね、貸してって。寒いんだったらコートー！